最初にご紹介するのはメダロット7カブトバージョン、クワガタバージョンです。少年とロボットの友情と冒険を描く王道のロボットバトル RPG メダロットシリーズの第7弾が任天堂 3DS に登場します。シリーズ初の任天堂 3DS ソフトとなった本作ではビジュアル、システム、ボリューム全てが大きな進化を遂げています。主人公は自我を持つお友達ロボットであるメダロットと協力しながら冒険を進めていきます。冒険の途中で敵と遭遇するとロボット同士のバトル、通称ロボトルに突入します。ロボトルは一人プレイだけでなく友達や見知らぬプレイヤーとのローカル対戦、インターネット対戦、すれ違い通信にも対応しており、勝利すると相手のパーツを手に入れることができます。メダロットは頭、右腕、左腕、脚部の4つのパーツから構成されており、ロボトルなどを通じて手に入れたパーツを対戦相手や地形等に応じてカスタマイズし、戦略的にバトルすることが本作の醍醐味だそうです。700種類以上のパーツやメダルの組み合わせでメダロットのパターンは5700億通りにもなりますので、その中から自分だけの最強のパートナーを作り上げ、全国のライバルたちとの熱いロボトルを堪能することができるとお聞きしています。ロケットカンパニーさんのメダロット7カブトバージョン、クワガタバージョンは9月13日発売予定です。